平和も始まりますということですからね。うん、始まりますね。本当にそろそろ今もあれ作ってますね。遺跡もある程度落ち着いてきたということですもんね。まあ、ちょうど撮ってる、うん、今日なんかもね、うん、ほとんど海外の方の。はあ、今デッドラインデーなんて言ったりするんですけど、いやそうか、忙しい日だ、サッカーメディアの人がね。 そこら辺もだから終わってきてって感じなんでね。はい、日本はどうですか。いろいろあのキーパーの玉突きみたいな毎年あるじゃないですか。今年はもうなかったですね。そんなになかった。キーパーは動かなかったですかね。あのやっぱ特殊な戦術取ってる、例えばマリノスなんかそうじゃないですか。ほうほうほう。あれはもう飯倉選手しかできないし。あ、そうですか。うん、あー、なんか結構特徴的な、先生前おっしゃってましたね、飯倉選手のその特筆すべき点っていうのはどういうところなんですか。ああ、そうなんですよ、飯倉選手ね、はい、え、語っちゃっていいんですか。ちょっといただいていいですか。ああ、かしこまりました。出ました、スマイル出ました。マリノスファン必見ですよ。必聴で。必聴だ、確かに。見るとかあんまないですよ、まあ、聞くとか。確かにね、はいはい、飯倉選手って、うん、もういつぐらいからやっぱ去年はねかなりフィーチャーされた感じあったと思うんですけど、 その前ってそんなに正直もともとですね、よく2005年に、うん、あのマリノスには一応加入したんですよ、うんうんうん、というかもう本当に生粋のマリノスっ子で。だよね。だからあの川口さんの後ろでって感じ で、ね、その後あの榎本達也選手とか、あ、そうか、榎本哲也選手とかがいて、 だから正直3番手4番手だったんですよ。なるほどなるほど、うん、なんかそのイメージありますね。そうで2005年ルーキーだったんですけど、うん、2006年には、うん、ロッソ熊本に行ったんですよ。ロアストになる前の前の熊本に行ったんですよ。でそこで26試合出たんですよ。だから JFL ですね。なるほど。でこれだけがいわゆる J1 じゃないキャリアなんですよ。うん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 。でまたマリノス戻ってきて、はい、2009年ぐらいからちょこちょこっと出始めて、うんうん、であとはもうそこからも榎本哲也選手とのまあライバル関係がずっと続いたんですけど、はいはい、まあ、彼がまあ浦和に移籍してっていうのもあって、うん、あとは2015年ぐらいからまあ基本的にはずっと出てて、はい、まあ、2017、18はまあ連続でフルシーズンフルタイムかなで出てるって感じになるんですね。なるほど。じゃあマリノスの正キーパー勝ち取るまでの結構長いストーリーが。そうなんですよ、ね、でただね、マリノスのキーパーになる選手って一つすごいのが、あの失点率の少なさ。うーん、彼もあの飯倉選手も今シーズンになるまでは、はい、歴代トップクラスの その失点率、はあ、あ、いわゆる無失点率っていうのかな、うんうんうん、セーブ率誇ってたっていうところはあったんですよ。へえ。ただ今年ね、やっぱりタイプというか、うん、かなり変わったじゃないですか、マリノスとしてのやり方というか、監督が、ね、そうですね、オーストラリアからポステコグルーさんになってキーパーからつなぐっていう、もう世界基準のことをやりだしたんですけど、うん、はいはい、実はこの2018年で、うん、これね、すいません、本当だいぶお待たせしましたけど、だいぶ前から言いましたけど、2018年なんと飯倉選手は世界記録1個打ち立てたんですよ。世界記録、はい、世界記録、世界記録です。え、僕が知ってる限りでの世界記録ですけど、ホットドッグ早食いとかそういうんじゃないです。それはあの小林武選手ですね。それにも詳しいんですね、あのフードファイターのね、濡らす人で、はい、一回締め締めにしていいんですよ、そんな話。僕ですけどね、下の、まあね、世界記録、はい、あの言ってしまえばあの計測史上、うん、ゴールキーパー史上世界最多のパス成功数を記録しました。パス成功数、ゴールキーパーにあり、はい、おうおうおう、ゴールキーパーポジションが成功あのメインだっていう選手、まあゴールキーパー特殊ですけど、うんうんうん、という方でフルシーズン通してパス成功率が1000本を超えたのは初めてです、はあ、計測史上ね、はあ、だからあのポーランドリーグだったらあったよって言われても分かんないところありますけど、あの世界の大体のところでの数値は僕持ってたりするんですが、へ、はい、で行った時に飯倉選手は2018シーズン1250本のパスを成功させたんです。1250本、はい、うん、パス合計のパス数は1504本なんですよ、そのうち1250本成功させたんですけど、ほうほうほう、そもそもあのパス数、これが1位ってことですね。そうです、パス数自体1000本超えるってこと自体がなかなかないんですよ、キーパーって、はい、ちなみにこの観測で言うと2位は誰になるんですか。パス成功数ですか、パス成功数のですね、第2位が、はい、ですね、フランス、はあ、リーグワンの、はあ、ディジョンに所属していた、はあ、2017年18シーズンなんですけど、はあ、バティスト・レネ選手が994本、はい、1000いかなかったんです。井倉さんは
1250とすげえな。日本で言うと、日本で言うと2017年の西川選手、あの浦和の西川選手が結構な数字叩き出してて901本出してるんですよ。それでも901。ただもう一個見てもらいたいの、これ今ね表見てますけどね、パス成功率は 80% いってないですよね。なるほど、 73.43%。 すごい、飯倉選手ってすごい、じゃあ尖ったキーパーってことなんですか。そうそう、もともと西川選手が基本的にはゴールキーパーの中でもそのパスの成功に関してはかなりうまいっていう、はい、足元うまいよっていうね、そうなんです、そうなんです、うん、っていうところが昔からあったんですけど、それを一気に超えたんですよね、はい、だからゴールキーパーってやっぱり今でもあといろんな方やっぱりゴールを、あのゴールをこうやっぱり、うん、こう守る、はい、シュートストップが一番だって言ったりするし、確かにそうですけど、専門家だよっていうね、今でも違うんですよ。やっぱ一番後ろのキーパーからもうシュートにつながるためのアクションは始まってるんだってことを植え付けてくれたのがポステコグル。はあ、なるほど。だからあのよくあのディフェンスで昔あの日本代表戦でもなんかディフェンスでこうなんか横パス回した時期なんてあったじゃないですか、うん、はいはい、あれ横浜ではね違うんですよ。あ、センターバックがワイドに開いて、はあ、センターバックと飯倉選手で回してるんですよ。わわわわ、おー、なるほどね。だから松原選手と山中選手、両サイドバックは前に前に行けてたんですよ。そうか、その3人で固めちゃうから横が上がれるようになった。そう、だからそこから山中キャノンが生まれたということで、生まれたんです。飯倉選手の足元がうまいから山中キャノンが打てる位置までいけた。そうなんです。これ実際に僕あの記事としても前以前に出してるんですけど、これ書いた時にもう本当にすごい今のSNS 上でもいろんな方からコメントいただいて、とはいえ失点結構多かったじゃねえかなんて発言も来たんですけど、そんなね、これ今新しい世界でも画期的なことをやろうとしてるところで、そりゃ海の苦しみぐらいはあるよ。そりゃリスクはだって西川選手だってね、よくかっさらわれてみたいなのあったもんね。 その足元でこうチャレンジし始めた頃は特にね。 そこで確かにじゃあロングシュートも4点決められてるんですけど、逆に4点決められたけどそれで今後数年間の新しい、まあそうね、プランができたってなったら相当でかいですよ、ね、なるほど。でこれね今画像も、皆さんにも今お見せしてる、ね、はい、状態かなと思いますが、はいはい、これが本当にね世界的なレベルででも出してるよっていうところもあって、はいはい、他にも例えば、例えばあのミラクルレスターの時にも守護神だったのカスパーシュマイケル選手の息子さんですよね、はい、あのパス数なんかね、あの1116本とかなりパスは出してるものの、例えば成功率はね409と、あ、本当だ、実はパス成功率 36.65 と、っていうことはパントキックってことかな、これは縦に出してる。そうなんですね、多分ね。そうなんです。ただそれもやりつつ横パスとかもだからもうあるような状態なので、うんうんうん、世界的にそれでもっていうところやっぱあるんですよね。はあはあ、ね、だ他にやっぱりうまいパス成功率うまい選手たちで言えば、うん、まあノイアー選手とか、うん、あとはパリサンジェルマンのアレオラ選手、はあはあ、あとはエデルソン選手なんかもかなり高いところもあるんですけ ど成功率で言ってもだからもうブラボ、ね、ノイアー、アレオラ、エデルソン、アリソンなんてそのレベルと今飯倉選手は張り合ってるんですよ。これでもパスの方向もあるでしょ。方向もあります。飯倉選手は主に横に出してるってこと。なんとですね、全方位そんなに実は変わらないんです。あ、そうです。それはすごくない。フィードも結構成功してるんですよ。はー、ロングボールの成功数、ね、ずっと横しか出さないで上げてるわけじゃないんだね、これは。そうなんです。実は成功率だったら、うん、2018年だと、セレッソのキム・ジンヒョン選手が J ではトップだったんですけど、もちろんもう2位ですね、飯倉選手も。なるほど。だ基本的にはフィードも安定してる。すごいね。パスも回せる。だ最高峰のいわゆる11番目のフィールドプレイヤー。なるほど。として機能しつつ守備もキーパーとしてちゃんとやってきたっていう。これはじゃあ特筆すべきデータということで各チーム注目してる数字なんじゃないですか。かもしれませんね。はあ、であとですね、もう一つですね、はい、ありまして、ちょっと惜しかったのが、ね、うん、ランズアウトっていう。ランズアウト、はい、これも指標があって、これもだからいわゆる11番目のフィールドプレイヤー的な数値なんですけど、ゴールキーパーにおける、いわゆるペナルティーエリアから飛び出してプレーする関与、はあはあ、プレーに関与する指標なんですけど、はい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 、これがですね25節段階では全世界史上最高値だったんですよ。これも世界記録、すっげえ、すっげえ。よく見ますよね、ハイラインにしてるチームがこう裏抜けで狙ったところキーパーが出て、まあ、ノイアーなんかそのイメージありますよね。そうだ、これに関しては25節までは、はあ、世界最高の数値叩き出したんですよ。だから失点多かったじゃないかっていう人もいるけど、だ世界レベルででもトップクラスの数値出してたんですよ、飯倉選手は。すっごい。
ってことは攻撃につながってた、チーム全体の攻撃意識につながってたってことだもんね。そうです、ね、だ彼が上がることによって、うん、だ失点もしたけどその分得点をしたってことになるんですよ。そういうことですよね。でそれまでの数値ってのが、はあ、あの 2015-2016 シーズンにリーガエスパニョーラで、はあ、アスレチックビルバオのゴールキーパーイライソス選手が37試合で、はあ、65ランズアウト、うん、すごい上がってますね。そう 1試合平均で 1.757 ランツアウトやってたりしたんです。2回近く1試合で、うん、そうで、それを飯倉選手は25試合段階で46ランツアウトやっていて、はあはあ、1.84 回っていう状態だったんですよ、はあ、しのいでますね。そうで、例えば同じぐらいの数値だと、うん、あのそのレスタにおけるさっきの、ね、シュマイケル選手、うん、もう同じような数値は叩き出してたんですが、うん、ただパスの成功率は残念と、ね、いわゆる前まで出てってるわけだから、その分パスは成功しなきゃいけないわけですよ、はい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 、フィードであったとしてでも成功しなかったらやっぱり奪われる可能性があった、うんうん、で彼はただ 30% 約 40%、はいはいはい、で飯倉選手はその倍叩き出してるわけですから、やっぱり失敗しないようにちゃんとうまくつなげてたっていうところがあるんですよね。でただやっぱり降格の可能性もマリノスはちょっと残っちゃってた、はいはい、だから現実的な形に引き戻して最終盤の残り9試合に関しては4ランズアウトになっちゃったんですよ。負けない戦いの方にちょっとシフト全体でいいにしたということね。そうなんですよ、うん、でその25試合段階だと46ランズアウトで42得点43失点だったんですが、はい、残り9試合では4ランズアウトで14得点13失点、うん、ほう、いや得点の方が上なんですね。なるほど、失点をできるだけしないようにするために、うん、ミドルロングシュートも決められないようにするためにっていうことやってたんですよね。なるほど、なるほど。ただやっぱチームとしての決まり事もちゃんと守りつつ、うん、自身のパフォーマンスやりながら、うん、やっぱゴールキーピングしてきた飯倉選手は代表って言われるとちょっと話はいろいろ違いますけど、うん、比べるレベルで言うんだったら全世界ででもやっぱ引けを取らないレベルまで、新しいタイプの日本初の世界に打って出せるニュータイプゴールキーパーが今開花しつつあるんじゃないかなっていうところなんですよね。すごいですね、はい、これはなんか世界的なトレンドになっていきそうなんですか。やっぱりあのゴールキーパーからつなぐっていうところは、うん、あのダゾーンとかスカパーさんだとか見ててもそうだと思うんですけど、はい、もうあるんですよ。だから基本的にはもうセンターバックとゴールキーパーに相手のフォワードたちがもうプレス仕掛けてくるっていうところがもう前提になってるので、はいはい、でもそうなっていきます、うん、でそこをうまくかいくぐれる選手だっていうことをもう表してるので、なかなかそこは足元上手じゃないとね。そうで昔だったらゴールキーパーにはこうアクションプレスしてかけてこないから、その分1枚は自陣にいたわけじゃないですか。 そうですよね、それが来てくれるのを1枚剥がせるってことは、おー、1枚余る計算になるんだね。そうなんです。トータルトータルで言うと10対10になると、こちら11対10になるわけだ。そうなんです。なるほど。だから飯倉選手のそのパフォーマンスによって攻撃に転じれる可能性は1個上がるんです。常にマークが1個ずれる状態作れるってことね。そうなんです。はあ、なるほど。はい重要なんですね。なんですよ。だからキーパーの足元のうまさ、取られなさっていうのはね。そう、日本代表の格としてでのこう必要な、スキルとはちょっと違うところはあるけれど、世界レベルの潮流だったらミスターイクラ、あ、知ってるよみたいな感じになっても、アイノーアイノーみたいになってもおかしくないぐらいの。しかも戦術主義のクラブチームにこそフィットするスキルかもわかんないですね、うん、で僕で見てるぐらいですから、世界のトップレベルの方々は知ってると思います、飯倉選手のこの、なるほど、こういうやつジャパンにいるぜ、うんうんうん、なんだってぐらいのことはもうバレてると思ってもらっていいですね。あ、なるほど、すげえ、はい、データから見えてくる真実が一つここにもあるということで、はい、そんな感じでございます。 J リーグにもすげえやつらがいっぱいいるというのを、ね、先生にお伝えいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今日は飯倉選手すげえぞというね、はい、話を、世界基準、世界レベルの数値を記録した飯倉選手の、ありがとうございました、はい、さあ明日配達はどんなお話になるんでしょうか。楽しみにしてください。配達しております。ミルクサッカーアカデミーチャンネル登録、ツイッターもやっております。高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。ということでございまして、井上でした。野見佐藤でした。飯倉選手応援してます。ありがとうございました。